ログアウト…いや…記録用の装置っぽいね。見た限りではこんな時に。ジンに関するそっちの運気。少しいいかな。元凶君、どうした。将軍様は心配事が多すぎ。まだ何の収穫もない。あの陣は優秀。あとも残る。あんたが。なら隊長の行為にはかん。野望ついて蛇をだ。人手を割くって舐めてるね。僕が気候長が何現状の。文章が下手す。将軍の教えを忘れて、たかが小説。天白氏も大変。精査の出入りは、もしせ、そうだ。奴に盗まれ、一度不当に行ってみよう。性格の影響がどんどん広がっている。この傷、獲物が後を。さあおいで。やっ。一般人が化け物に囲まれて。怖がらなくても大丈夫。剣、ディエンのごとし。すぐ餌にかかる。ガツンと来るやつで行こう。痛い目に遭いたいのか。私が守る。ケイン、モレに従え。すぐ餌にかかる。君らはこの地生徒し、君らに選ぶ余地はない。宝剣たち行け。剣、ギエンのごとし。
ランス、はぁ？変だな。こいつらはいつの間に？すまないな。あ、いや、我は、ある商船に乗ってラフがこんなに険しい場所。時期が悪かったね。先週でちょっとした事件が起きたんだ。まあ、将軍様がすぐ解決してくれるだろうけど。そうそう、黒い服を着た長髪の男を見。ああ、僕は元凶、れっきとした運気軍の一員だよ。お姉さんの渓流だ。へえ、じゃあ渓流お姉さん、僕についてきて。小僧、ふと足元に気をつけ。次はどこへ？お姉さん、ちょっとした小細工さ。やっ、君たちここで何をしてるんだい？よく来たな、子羊。そのうちね、神の技を注ごう。うん、いいよ、僕がしっかり思い知らせてあげる。受け止めきれるかな？へえ、リポッポした。こいつらは何？いい腕だ。え、聞こえた。学士はこと。されど、ゆえに。どうやら剣手？その通り。運気軍の武芸はどれも伝承されていくもの。お姉さんが剣を知る者。将軍、久々にラフに来たとはいえ。よし、周りも片付けたし行こうか。うん、聖者の運行記録は全部不当の蛇行儀に登録されているはず。まだ高校大牧師とか。よし、僕の用は終わり。今からお姉さんを安全な場所まで案内するよ。今は運気軍。そうだね、だからそっちじゃなくて優秀国に送るつもり。小僧、人を捕まえるには挙動不審、そして隠し事、それだけで十分だよ。封鎖された港に突然旅行客が現れたこと自体が十分怪しいし、その上剣術のことも耳で聞いただけで腕前を。お姉さんは大丈夫だ小僧、お前には何の恨みもないし、ここに来たのはとある人物を捕ら。君も人、今はそう呼ばれているのか。我を奴の。小僧は我にかなわない。ならば当然人にも劣る。剣を抜かなければ。運気軍と同士打ちをしたく。勝負だ選手。もし僕が勝ならば負けを認め、おとなしく。だがもし我が勝、運気軍は公務で賭けをしないよ。その自信は悪くない。だがこの辺りの忌み物はすでにお前が切り尽くしている。場所を変えるぞ。
ここで始めよう。魔音の実が横行し、容器に満ちている。剣で競うのに最適な場所だ。意味物なり。どうやって勝敗を決める？道の終点まで一匹たりとも残さずに切る。わかった。小僧が先に。お姉さん、その隙に逃げる。平原から何を。ちょっとした小細工さ。その腕を確かめさせてもらうよ。すぐ餌にかかる。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。小手しら万剣天内。ガツンと来るやつで行こう。任せろ。チャンスだよ。ん？宝剣たち行け。剣、飛燕のごとし。あれ？いつの間にそこまで。遅いぞ。そんな、バカ。今回は何にあっさ。全力で来い、小僧。さもなくばこれほど楽しめたのは久しぶりだ。久々に剣を振るったからな。さあ、こう。三度攻撃するといい。譲ってやろう。剣を抜け。年長者を待たせるなど失礼だ。優柔不断だな。力も足りぬ。先ほどの自信はどうした。我の番だな。見るがいい。剣を抜いたら戻せぬ。一撃必殺だ。我が心に従え。もういい。やっ。剣は飛燕のごとし。なんで。万剣天雷。きっかけは戻らぬ。剣よ、我が心に従え。先ほどの一振りだけ。僕の負けだ。勝負はまだ終わっていない。我が最後に剣を振るう前に敵は全て消え、剣を出して功がないなど帝宮の使命の真意を冒涜するのと同じ不吉とみなす。小僧の実力では刹那に命を落とすより、我がもっと体裁を繕える戦闘だ。小僧、我の。いい度胸だ。
この一振りを待ってシャリあの得体のダメだ急がないと続きは元凶の記録にでねね間違えた。確かに改めて礼を全てが解決した。